こんにちは、松はいつも一人の松です。今回はですね、マンチェスターユナイテッドの来シーズンの監督として噂されております、現在アヤックスを率いているエリック・テンハグについて、私が分かる範囲で皆さんにお話できたらなと思っております。なので、今回の話す内容はですね、基本的にはもうテンハグを軸に、その後ユナイテッドに持ち込まれた時にどういった形になるのかっていうのを、お話しするようになるので、ユナイテッドにね、興味がない方ももちろんいらっしゃると思うし、テンハグに興味があってユナイテッドのサポーターではないっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、ぜひね、この指揮官がどういう監督なのかっていうのをね、ぜひあのラジオ最後まで聞いていただいて、知っていただけたらなと思います。もちろん私がね、あの分かる範囲でっていう形になるので知らないことももちろんあります。極力、彼の生い立ちだったりとかね、そういうところにも迫っていこうかなと思ったんですけど、そういうところまで話してしまうとちょっとラジオの収録時間が長くなってしまうので、今回は、彼の、キャリアをと、戦術を主に話しまして、最後にユナイテッドに入った時にどうなるのかっていうのを、話させていただこうと思ってます。では早速始めていこうかなと思うんですけれども、このエリック・テンハグという監督はですね、もともとサッカーの現役選手でもありました。1970年生まれで2月2日誕生日の52歳と、でオランダ人の方なんですけれども、現役時代はセンターバックをしていたみたいです。現役時代は基本的にはもうオランダ国内のみを、渡り歩くような形でプレーしていたということで、多分その4大リーグと言われるね、チームでプレーしてきていないので、名前っていうのは、あまり大きく、広まっていないというか、オランダ国内では有名なのかもしれないけれども、世界になるとそこまで名を知られていない選手、そういう印象で捉えてもらうのが、一番ベストかなと。で、彼がよりこう自分の名前を世に知らしめたのはやっぱり監督業に入ってからなんですよね。で、最初に率いたチームがゴーアヘッドイーグルスっていう、オランダの、チームなんですけども、戦力はそこまで整ってないんですけれども、一応トップチームと。で、そこでまず監督のキャリアを始めまして、その後、引き抜かれる形でバイエルンのセカンドチームの監督になります。で、そこで、出会った監督が現在マンチェスターシティを率いているペップ・グアルディオラなんですね。で、彼の、戦術だったりとか、彼と会話することで、自分のそのサッカーっていうものをどんどんアップデートしていって、プラス自分の思考だったりとか考えだったりアイディアだったりとか、プラスさらに現代フットボールがどういう流れにいってるのかっていうのをしっかりと組みながら、戦術を組み立てていったと。なんで非常にアップデートをちゃんと行っている指揮官っていうのを、ここで認識していただけたらなと思います。で、その後バイエルンのセカンドチームで2年間だったかな、監督を務めまして、その後オランダのユトレヒトというチームに行きます。で、そこで、トップチームの監督になるんですけれども、そこで、しっかりとした成績を残したことでアヤックスに引き抜かれました。で、アヤックスに来てからが、彼の、黄金期と言ってもいいのかもしれないですけれども、彼の名前がより世界に知らしめたと言っていいと思うんですけれども、特に記憶に新しいのは、チャンピオンズリーグ、ベスト4に進出した、2018年19シーズンですね。当時は、デリフトだったりとかフレンキー・デヨング、そしてシエシュだったりとかファンデベクがね、このチームの主軸にいた、チームなんですけれども、当時このチームを見ていた方も多いと思うし、僕も当然見ていたんですけれども、非常に魅力的なアタッキングフットボールを行っていました。現在もそのアタッキングフットボールね、魅力的なものを展開してるんですけれども、当時からどういう戦術をじゃあこのテンハグはしていたのかっていうのを、じゃあ早速触れていこうかなと思うんですけれども、テンハグ基本的に形は 4-2-3-1 を使います。これは基本軸ほぼ変わってないです。時折 4-3-3 も使うんですけど、基本軸は 4-2-3-1、 ここはもうまず記憶していてください。で、まず、両ウィングに置くタイプなんですけれども、もちろんテクニック、ボールを持つ技術だったりとか、いわゆるボールを失わない、扱うことに安定感のある選手っていうのをまず重宝します。なので当時だったらシエシュ、そしてネレスだったりね、を重用してたんですけれども、このアヤックス、テンハグが率いるチームっていうのは、まずサイドを起点にまず攻撃だったり守備を組み立てていくチームになります。なので、
ウィングの選手がもう明確に幅を取ることはまずしないです。どちらかといえば、中央に絞ったりとか逆サイドに絞ったりとか、するような感じなんで、どちらかといえばこう流動的に本当こうぐる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 っとこう流れるような形でポジションを変えながら、攻撃を組み立てていくと。もちろん起点はサイドからなんで、もちろんサイドの選手が幅を取ってそこから攻撃っていうのももちろんするんですけれども、ずっとそこに立っている、もう明確に、はい、幅取ってくださいっていうような状況はまず作らないんですよ。ちゃんとサイドバックがどういうタイプなのか、中盤の選手がどういうタイプなのかにおいて、しっかりと配置を変えたりとか、まあ、特徴を考えた配置を変えたりとかして、そこにトップの選手だったり逆サイドの選手が絡んでくることで攻撃を組み立てていくと。さらに押し込んでいってそこでチャンスを作っていくっていうチームになるんですね。でまずこのチームは、まあ、アタッキングフットボールと言われているのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、まずサイドで起点を作った時に、まあ、必ず 2,3 人が連動して攻撃を開始します。だから1人がニアゾーン走ったりとか、1人がハーフスペースを取ったりとか、もう1人の選手が中央で待ってるとか、ちゃんと中で待ってるだけじゃなくて動き出しをしているとかね、ちゃんとこう斜めの動きが必ず起きるようになってて、孤立することがまずないんですよ。ボールホルダーがここでまず個人で突破してくださいねみたいなことがまず基本的にない。でプラスちゃんとその周りの選手の動きっていうのが相手のセンターバックだったりサイドバックだったりを引きつける動き、どうしても目を離せないようなポジショニングを取ることで、いわゆるサポートに活かせない。これがこのチームにはまず徹底されています。まずここがちゃんとできている。でまあアヤックスというチーム、まあ、現在のチームは、ハラーだったりがワントップを張ってて、タディッチがトップ下を張ったりしてるんですけれども、まあ、それこそチャンピオンズリーグベスト4の頃のアヤックスっていうのは、ジシャン・タディッチが、ゼロトップのような形で起用されてて、降りてきたり降りてくるっていう、まあ、ボールを受けに来たりとかサイドに流れたりとか、本当に自由にポジションを変えることでそこにファンデベークだったりとか、例えば左サイドで起点を作ってるなら右サイドのシエシュが入り込んできたりとか、ちゃんとこうって言ったらまあ失礼ですけど、こうボールホルダーのサイドに対して逆サイドが圧縮した状態でまず攻撃を組み立てるんで、だから人がちょっと寄る形になるんですよ。でも寄りすぎない、ちゃんと明確な距離感を持った中でボールを動かしていく。でそうなってくると、じゃあどうやって逆サイドに展開した時にじゃあ誰がボールを受けるんだってなったら、まあ、当然わかると思うんですけど、サイドバックの選手がそこで受けると。なんで基本的にサイドバックが、まあ、もちろん幅を取ることもあるし、まあ、内側を取ることもあるし、まあ、そこはもう本当に臨機応変に、まあ、流動的にもう流れの中でこうポジションをみんなが入れ替えながら攻撃を組み立てていくっていうことをするんですけれども、ちゃんとまず一つ言いたいのは、攻撃のシステムを作る、攻撃になった時に相手を押し込むっていう状況になった時に明確な形っていうのを選手たちに必ず落とし込んで準備させて、人のサポートをしっかりと使った上で攻撃を行うと。もしそこでダメなら一気に逆サイドにサイドチェンジして、サイドバックの選手が上がってきてるわけですから、そこでボールを受けて、そこからのまあクロスだったりとか、そこに関わってくるまた中盤の選手とか逆サイドの選手たちがまた関わって攻撃を組み立てていくと。なんで、まあ、一つ終わったら終わりではないんですよね。一つ終わってもじゃあ次はこうで、じゃあこうしましょう、じゃあこれもじゃあ止まったらどうするのかってなったら、次はもうもっと中盤の方で中央の方で人を絡めたりして、もう一気にファンデベークが降りてきたタディッチの背後をついたりとか、サイドバックとセンターバックの間でボールを受けてそこでシュートを狙うとか。だからファンデベークがアヤックスの時に結構得点を取ってたイメージって、持ってる方多いと思うんですけど、どこのポジションをファンデベークが取ってますかって言ったら、センターバックとサイドバックの間立ってるんですよ。でこれは何が有効かっていうと、やっぱサイドバックの選手はやっぱこのファンデベーク気になるし、センターバックの選手も当然ファンデベーク気になりますよね。で、まあ、引きつけられるってなると、まあ、当然その逆サイド、その引きつけられたサイドの選手の、まあ、ウィングの選手、まあ、サイドバックが幅を取ってるならその選手はまあフリーになりやすいし、で逆に、まあ、タディッチは技術もあるしボールを収めることもうまいんで、そこからファンデベークにボールがもし収まったとなると、いわゆるセンターバックと、まあ、対峙することにはなりますけれども、サイドバックは背後を取ってる、だから自分よりも後ろにいる状況になるので、まあ、基本的に後ろからつつかれるような形になりますけども、まあ、ボールを守りながらシュートは打てるわけなんで、だからファンデベックが結構得点を取ってるシーンって結構そういうシーンが多いんですよ。でも
今のマンチェスターユナイテッドで、まあ、彼は今エバートンにいますけれども、そういうことをちゃんと組み立ててくれるような監督が今までいましたかって言ったら全くいなかったんで、彼があれだけ、まあ、苦労してる。で今ラングニックの下で、まあ、いろんなことをまたやってますけども、どちらかといえばこう縦に速さだったりとか技術だったりとかスピードっていうのをラングニックは重用するので、もう技術っていうよりもその動きだったり相手のハーフスペースだったりとか、その選手間でボールを受けたりとかするのがうまいファンデベックっていうのはやっぱり重用されないんですね。まあ正直もっと使われるかなとは僕は思ってたんですけれども、まあ、運動量もあるし守備力もあるしもっと使われるかなと思ってたんですけど、まあ、使われなくて今エバートンにいると。でそのファンデベックが、まあ、もしこのテンハグが来ると間違いなく復活すると僕は思うし、まずその点でいいと。で次なんですけれども、ブロックを組まれた相手に対する崩し方っていうのは、まあ、2,3 個持ってるんですね。 2,3 個準備していて、まあ、その中から、まあ、攻撃を作っていって、まあ、押し込んでいて得点を取るとか、まあ、人を絡めてやっていく。でじゃあそこでボールを奪われた時どうなりますかってなると、まあ、アクションは非常に早いので、まずネガティブトランジションも早いと。でそこでまずボールをまず囲んでボールを奪いに行って、まあ、すぐショートカウンター仕掛けるとか、することもまず徹底するので、まあ、イメージしやすいのはそうですね、ボールを持つこともするのでペップらしさもあるんですけど、まあ、リバプールのようなアタックの速さ守備の強度の速さももちろん兼ね備えているし、ロングボールも多用するという感じなので、まあ、現代の、まあ、トップオブトップの指揮官たちの特徴も持っていながらも、ちょうどなんていうかな、まあ、そういうシンプルなロングボールだったりとかも使うみたいな監督なんで、まあもう超優秀、もうそれだけでね分かると思うんですけど、まあ、超優秀なんですよね、もう本当に。でこのじゃあテンハグがどういう選手をまあ重宝しますかってじゃあ今度はなってくるんですけれども、一つ言えるのはポジショニングをまず間違えない選手プラス技術がある選手プラス理解度がある選手とボールの扱いに安定度がある選手、多分これだと思います。でもちろんそのウィングだったりとかより突破力をねちょっと求められるようなポジションになると、そこに突破力だったり創造性っていうのがまた、加わってくると思うんですけれども、このテンハグが率いるチームは大概ですけれども、そのネガティブトランジションだったりとか、もちろんたまにね、ちょっと遅いなって思う選手もアヤックスにいたりはするんですけれども、基本的にそういう、チームに影響悪影響を自分のそのやってるプレーだったりとかネガティブ側の遅さで、チームに影響 悪影響を与えてしまうような選手をあまり重宝はしないイメージが僕の中ではあります。なので例えばですけどポグバとかがもしかしたら技術はあるし、まあ、能力はあるし使われる可能性はもちろんあるんですけど、そういうネガトラの部分でちょっと甘いっていう判断が来たら、どちらかといえばもうなんていうかな、最後の切り札的な役割で使われる可能性があるし、どちらかといえばもうアヤックス、もしユナイテッドをテンハグが率いたら、もうボールを自分たちが保持できる、ボールをコントロールできる、保持率が多い高いっていうことが見込める相手だったらポグバとかを使う可能性はあるんですけれども、多分、マンチェスターシティだったりとかリバプールだったり、まあ、チェルシーだったり、まあ、こういういわゆるトップオブトップのチームと戦ってくるってなると多分ポグバとかは使われなくなる可能性があるんですね。なんでテンハグが求める選手たちっていうのは、まあ、そういう特徴を持った選手しかまず起用していないとってなると、じゃあ次そのテンハグがじゃあマンチェスターユナイテッドに来たらどうなりますかっていう話になると思うんですけれども、まあ、ゴールキーパー、まずねここはねテンハグの好みで言ったら完全にヘンダーソンだと思います。これは守備範囲もそうですけれども、ビルドアップ能力もそうだし配球能力もそう。もちろんゴールキーパーっていうのは、まあ、シュートストップっていうのはねもちろん超重要なんですけれども、いわゆるその試合を組み立てる土台から作っていくっていう状況になった時に、今の現代フットボールっていうのはやっぱりこうゴールキーパーのビルドアップ能力、まあ、配球能力っていうのも非常に求められますってなってくると、デヘアも、まあ、よくはなってるんですけど、正直安定度で言ったらヘンダーソンの方がいいかなと。ヘンダーソンがプレイしていた、プレイ集とかね、まあ、そちらを見てもらったらいいと思うんですけど、プレイした時の印象とか見てみるとヘンダーソンの方が安定してると僕は思うし、
守備範囲の広さだったりとかもヘンダーソンの方が大きいかなと、まあ、シュートストップっていう部分に関してはデヘアの方が上だと思うんですけど、多分テンハグの好みで言ったらヘンダーソンだなと、まあ、でも来ていきなりそこを変えるっていうことはしないんで、まあ、デヘアの可能性はあるんですけども、じゃあ次、まあ、最終ラインになってくるんですけど、サイドバック、ここはね、ここはなんですけど、もしかしたら一掃される可能性はあります。特にアヤックスのサイドバックって技術もあるし、まあ、守備の強度も高いし、アクションも速いしっていう選手、まあ、技術も持ってる、まあ、さっき何度も言いましたね、まあ、そこがね超重宝されてるんで、特にワンピサカは技術が正直高いとは思えないし、守備力は高いんですけど、ダロトもちょっと質がまだ足りないっていう可能性がある。でルークショーはコンディションが良ければ間違いなくファーストチョイスで、アレックス・テレスは多分使われると思います、まあ、彼の攻撃性能だったりとか、まあ、キックの質もそうだけど、切り替えのアクションは早いと思うし、多分僕はね、もしテンハグがこのマンチェスターユナイテッドの指揮官になったらテレス化けんじゃないかなって正直思ってて、だからテレスは僕使われると思ってます。だから一番危ないのは多分ね、右サイドワンビサカとダロトはちょっと危ないかもしれない。特に技術の面でもそうだし、質の部分でもちょっと最近両方ともあまり良くないので、まあ徐々に良くはなってるんですけど、正直トップオブトップかって言われると、まあ、そうではないので、まあ、この辺はちょっと危ない。でセンターバックに関して言うと、まあ、アヤックスだと、まあ、前にはデリフトがいてとか、まあ、ブリントがいてとかね、まあ、もちろんあるんで、まあ、スピードっていうのはあまりそこまで大きく重視してないので、マグワイアのことは、まあ、もちろんね、スピードももちろん重要なんで、テンハグがそんなないがしろにしてるわけではないですけれども、ブリントもね、まあ、ユナイテッドのサポーターは当然知ってるでしょうから、特別スピードがある選手ではないじゃないですか。なので、配球能力だったりとか、まあ、パフォーマンスが安定すればマグアイアは使われる可能性はあると。でバランはね多分使われます。でバイリーもコンディションさえ整ってたら多分重宝されます。でリンドルフも、まあ、まあまあまあ大丈夫かな。でフィル・ジョーンズはまあ間違いなく危ないかな。うん、なんでこの4バックは多分使われると思うんですけど、多分テンハグの好みで言ったら多分バイリーとバランじゃないかなと個人的には思ってます。はい、で次、まあ、中盤の選手なんですけれども、マクトミネは起用される、フレジも起用される、で、まあ、ポグバも、まあ、先ほども言った通り起用されるでしょう。でブルーノも問題ない、でファンデベークも問題ない、でマティッチは多分ね僕思うんですけど、もしかしたらセンターバックコンバートあるかもしれないですよ、テンハグだったらね。いやそうなったら僕めっちゃ楽しみですけどね。いやまあまあその話はまあいいとして、まあただアンカーやボランチとしてはちょっと物足りなさがね、特に運動量の部分で計算できないので、まあ、補強、まあ、デクランライスとかが来たら、まあ、デクランライスを軸に、まあ、そこを組み立てていくみたいなねことは可能性はあると。でまたなんですけど、またはね僕多分使われると思ってて、あれだけその戦術理解度も高くってポジショニングミスもしないし、自分がどこにポジションを取ってたら味方にとって有益なのかっていうのを、ちゃんと頭を使った中で行動に起こせる選手ってユナイテッドの選手にまあ少ないですから、もっと僕はねマタを使ってほしいなと今でもずっと思ってるんですけど、マタは多分使われる、多分使われるというか出場時間が間違いなく増えると思います。でラッシュフォードは危ない、ラッシュフォードは危ない、でマルシャルは戻ってきてもまずない、出番が多分ない、でサンチョはまあ使われるでしょう、でエランガもまあまあまあ、ラングニックが相当信用してますけど、まあでも動き出しの質とか見てると量も多いし、あとはちょっと頭の判断の部分でもう少しこう丁寧に落ち着くことができる、整理されたら、もう少しいい選手になると思うので、その辺でまあ天白だったらできるはずなので、まあ、エランガも使われる可能性はあると。でワントップの方に関してなんですけど、多分クリスチャーノ・ロナウドも、カバーニは多分来シーズン多分退団するでしょ、まあ、僕は残ってほしいんですけど、まあ、クリスチャーノ・ロナウドがもし残るってなると、まあ、彼を起用せざるを得なくなってしまうので、天白としても、まあ、そこは若干気になるというかね、まあ、まあしゃあないなと思うんですけど、
まあ、でもフォワードの補強っていうのはね、まあ、ラングニックも今言ってますけど間違いなくすると言ってるので、まあ、誰かは必ず取るという形になるんで、まあ、一番の狙いはねもちろんまあハーランドでしょうけれども、まあ、それはまずチャンピオンズリーグの獲得をねしないと、まあ、ユナイテッドはまずありえないんですけれども、なんでまあ現有戦力でいうと、まあ、危ないなと言えるのは右サイドバックの2人と、ラッシュフォードと、まあ、若干マティッチかなっていうぐらいで、リンガードに関してはまあ、まあ、まあ彼がもうユナイテッドに気持ちがなければもう移籍志願の可能性もあるしね、出ていく可能性もあるんで、これはまあ彼本人の次第だと思います。ただ残るんだとすれば起用法はあると思うし、まあ天白だったらうまいこと使うだろうしね、はい、っていう感じかな、起用になると。で、まあ、この選手たちを使って、いわゆるアヤックスで行ってたようなことを、まあ、するってなってくると、まあ、足りない質っていうのは、当然出てきますよね。まあ、特に、まあ、ウィングの部分とか特にそうですけれども、より創造性が求められる。だから、サンチョは全然生き残れると思うんですよ。多分、オフザボールの部分とかも、ポジショニングの部分ももっと良くなると思う。だからラッシュフォードがそこをちょっとこう、理解できて、落とし込まれてそれをできるようになったらラッシュフォードは間違いなく10番にふさわしい男になるんですけど、現状の彼はそうとは思えないので、だからこそ今補強の噂で出てるのはアヤックスのそのまま一緒に来るんじゃないかと言われてるアントニーね。この選手はまあいい選手ですから、もう本当にいい選手、もうただただアクション、技術だったりとか突破力だけを持ってる選手ではなくって、攻守の切り替えも非常に早いし、とにかくチームのために戦える選手、プラス得点も取れるというね。もう、どれだけいい選手をアヤックスは生み出してくるんだって、本当にもうこう言いたいですけれども。まあ、彼だったりが狙われるという感じになるかな。はい。なんで、まあ現状、そのアヤックスは当然ボールをつなぎながら押し込むっていう展開もするし、まあ そこが軸なんですけど、そこに囚われることなくショートカウンターだったり、まあロングボールも使うと。だから使い方もできる。武器っていうのは全部使って一番有効な策を模索した中で攻撃やったり守備を行ってくれる監督なんで、この監督っていうのがこのマンチェスターユナイテッドに来ると、今プレミアリーグっていうのは特にもうペップ、クロップ、トゥヘルっていう名将、彼らもそういうことができる指揮官ですから、こういう相手と戦うってなった時に、今までユナイテッドは選手の質もそうですけれども、特に監督の質でどうしても差がねもう明白にあったんで、そこを間違いなく埋めれる、間違いなくプラスになるっていうことを考えると、このテンハグっていうのが、マンチェスターユナイテッドの監督になるっていうのは、僕はねもう本当に推したい、本当に。もちろん彼が、もちろんマンチェスターユナイテッドに来るってなってくると、当然ねフロントだったりとかそういう内部の部分がどれだけ自分たちをサポートしてくれるのかっていうのを当然見てくるわけですから、まあ、現状そこはねユナイテッドちょっと甘かったりするんで、その辺でちょっとね、どうかなってもしテンハグが思ってしまったら来ないっていう可能性もあるのかもしれないけれども、しっかりとフロントだったりとかがこのテンハグをサポートしてあげてチームを作っていくことに協力してあげれば、間違いなくこのユナイテッドはマンチェスターユナイテッドは赤い悪魔に、真の赤い悪魔に、なれると、もう一度なれると思うので、そこはね期待して僕も見ていきたいなと、思っております。ということで、まあ、軽くそしてまあざっくりとですけれども、このテンハグについてね、まあ、ざっくりとお話しさせていただいたんですけれども、皆さんね多分ねそれぞれまあもちろん意見あると思います。テンハグがいいな、ポチェッティーノがいいな、ルイス・エンリケがいいなとかね、まあ、はたまたブレンダン・ロジャースがいいなとかね、まあ、皆さんそれぞれいろいろお持ちだと思うんですけれども、僕個人的にはテンハグか、彼が無理ならもうバルベルデ、もうこの2択しか僕はもう絶対にないと僕は思ってるんで、僕がフロントならこの2人しか引き連れないんで、だからポチェッティーノって思われてる方 もう当然いるのは分かってます、まあ、彼も、まあ、いい指揮官だと思うんですけど、彼はどちらかといえばちょっと選手任せな部分も結構出てる監督なんで、僕はそういうところじゃなくって、ちゃんとこう選手頼みではなくって、ちゃんとこの攻撃の形だったりとかももっと細かく準備できるような指揮官がいいなと思ってテンハグを推してるっていう感じになります。はい、という形で、今回は以上になるんですけれども、ぜひ皆さんが思う、まあ、テンハグの印象だったり、まあ、テンハグじゃなくてこの監督じゃの方がいいんじゃないですかとか、
もうこの監督の方がいいだろうとか、まあ、皆さんお持ちだと思うので、ぜひ何か意見があれば、コメント寄せていただけると嬉しいです。あとですね、最後にチャンネル登録と、私はTwitterだったり、Instagram もやってるので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。マンチェスターユナイテッドが新たに進む新しい栄光の光のために、松はですね、全力でマンチェスターユナイテッドを応援していきたいと思うので、これからも、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。